たんですけど、はい、何もやらずに寝たんですけど、待ってます。ありがとう君がいる。それでは一緒にいただきます。どれ着る？どれ着る？あー。こっちとこっちどっち？どっち？こっちね。あ、どうぞ。履ける？見して。ね。うん。アポ？あら、上手ですね。昨日よりも今日の方が上手です。よいしょ。ね、今アタック使ってんだけど絡まないから使ってんのよ。さあ。
と終わらせよう。なんか最近さ、毎日のようにさ、毎日は盛りすぎだけど、チビ玉を寝かしつけるときにチビが一緒に寝たいみたいなね、雰囲気をね、出すから寝たふりをするのよつって、したらさ、本当に寝ちゃうことが本当にしょっちゅうで、昨日もそうなんだけど、昨日はパートナーが仕事の帰りが遅かったんですよね。残業で朝起きてさ、洗濯物以外、洗濯物はさ、私がいつもさ、いろいろうるさいので、これ一緒に洗ってほしくないとか、これはこうやって洗いたいとか、いろいろあるから手ついてなかったですが、顔が全部終わってて、寝落ちした翌日だけど、いつもよりはバタバタしてなかったですね。大事だね、協力って。これがさ、パートナーも一緒にさ、寝落ちした日は本当に地獄なのよね。翌日どこもかしこもやばいのよね。助かりました。1歳半過ぎてからかしら、子供がまだ言葉は喋れないのに意思ははっきりしてて、意思表示はするんだけど、その意思表示をなぜしているのかがわからない。この今の時期、本当に育児のハードルを感じております。今日はさ、割とスムーズにさ、服を着替えてくれましたが、着替えたくない、まだパジャマでいたいみたいな時は大変です。みんなお疲れ様です。ほんとそんなさ、そういう子供だったのにさ、私たち大人たちはさ、よくここまで成長したよね。本当にやだ、仕事行きたくないとかって思っても仕事行くじゃん、すごいよね。この間さ、彼と一緒にチビが寝た後にドラマを見てたんですよね。で、私はね、最近ね、その車移動も増えたから、家の中でなるべくストレッチだったり、こう動かすっていうのをね、意識してるから、ドラマを見ながらね、マット引いてゴロゴロしてるんだけどさ、ほんで彼が私の後ろでね、ソファでゴロゴロしながらお互いテレビを見るっていう状況ね、ほんときにさ、ビールを開けてたのよ。ほんでよ、私がそのビールをね、開け出したの。このドラマを見ながら一本飲もうみたいな感じで開けてて、で翌日もうお仕事だったから一本にしようっていう感じだったのね。からさ、私なりのペース配分で飲んでたんですけど、お酒を置く位置は私の右後ろだったのね。でまあドラマを見ながらお酒をちまちま飲んでたんですけど、ドラマのね、まだ終盤に差し掛かる前くらい、缶を持った時に全部なくなったの。えって思って、そしたら彼が飲み干しててさ、お前みたいな、人の気持ち分かってんのかみたいな、晩酌時間をドラマを見ながら楽しんでいるのに、君はなぜ無言で人の酒を飲み干せるのかと、缶詰めしたよね。はい、オッケー、よいしょ、はい、それでは行ってきます。ねえ、見てほしい、見て、コットンのお洋服ってすごいシワになりやすいんだけど、干す時にさ、パンくらいだったのに、すごくない？超時短なの、伝わる？伝わる？伝わる？ねえ、ねえ、わかる？伝わる？すごくない？すごくない？そう、だから今回さ、5月に発売したアタックの新商品のね、提供でお送りしてたんだけど、この案件を引き受けさせていただいたの、すごくない？はい、というわけで今回この動画内で紹介しましたアタック抗菌 EX ラック干しプラスなんだけど、こう洗濯槽からさ、スルスルって取り出せて、パパッてシワを伸ばして楽に干せるっていうね、ありそうでなかったっていうか、そんな夢叶えてくれんのみたいな洗濯洗剤のご紹介でございました。まさにタオルとかコットンの長袖とかさ、もう長いものは絡まるし、もうシワとかすごいじゃん。でこう洗濯干す前にこういうね、作業がすごいかかるんだけど、この洗剤を使うとね、その作業がね、なくなるのよ。ぶっちゃけさ、皆さんもう仕事に育児に日々忙しいと思う。私も結構日々パタパタです。これ以上もうやることを増やしたくないみたいな、だから少しでも引き算して暮らしたい、ストレスをなくして暮らしたいっていうのがやっぱ一番先頭に来るわけよね。で特にさ、家事の時間なんて可能であるならば、許されるならば全部人にやってほしいくらい
やっぱすごくね、その5分10分があるならばゴロゴロしてたいっていうね願望があると思うんです。休みたいというか、少しでものんびりしたいというか、お気に入りのドラマ見たいとかね、なんか少しでもやっぱ楽したいじゃない。だってそれが人間だもの。そうで、まあそういうちっちゃなストレスとなっているこの絡むとか、ちょっとシワ伸ばしとかっていう作業を、これを使うとその手間を省いてくれるっていうので、今回紹介させていただきました。はい、しかもこれね、匂いや汚れを落としてくれるだけじゃなくて、抗菌効果や洗濯槽の防カビ、よくさ、うちも定期的にカビのお掃除したりするんだけど、それの防カビだったり、部屋干しした時の匂いとかも防いでくれるっていう優れものらしいです。まあ、とにかくね、私はね、シワができにくいっていう、こうシワをさっと伸ばしてくれる、マジでびっくりしてるね。だからさ、ぶっちゃけ忙しい朝、天気が良くたってドラム式洗濯乾燥機でパパってやっちゃえばいいやっていう感じなんだけど、でもこんだけ楽にしてくれるなら、ちょっとの手間だけだから、だってもう洗って出してサラサラスルスルやって、ハンガーにかけてプーってやってくだけだからさ、やっぱね、外で干すと気持ちいいじゃん。これを使って効率よく少しでも楽して日々頑張ろうって感じでございます。いやー、しかし今日も皆さんお疲れ様でした。本当によく頑張ったと思うね。うまくいかなかったこととか、ちょっとムカついちゃったこととかあると思うよ、生きてりゃね、あると思うけど、この動画を見ながら一緒にお疲れ様って言えてるくらい今仲間がいるのでね。エネルギーっていうのはさ、人それぞれだから、人それぞれだから。ごめん、ちょっと私ももう夜だから全然頭回ってないけど、本当によくやっております。みんな今日もお疲れ。この動画見てくれてありがとうございます。なんかいいことないかなっつって、明日も頑張ろう。はい、というわけで以上、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。